はい、どうもみさん、こんにちはです。今回はですね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあ、というわけで現在はですね、最強兵イラスチャリードが絶賛開催中ということで、前回もね、ソロで 100% 安定してこの最強兵イラスチャリードを周回できる方法というのを皆さんに紹介してきたんですけども、今回はですね、さらに時短できて1分半ぐらいでね、この最強兵イラスチャをソロでワンパン周回しまくれる方法というものがありますので、そちらを皆さんに紹介したいと思います。まあ、ですので、スピード重視で周回していきたいという方はぜひね、今回の動画を最後までご覧いただきたいと思います。というわけでですね、早速今回紹介するソロワンパンできる攻略ポケモンですね、を紹介したいと思います。はい、それがこちらになります。ミライドンですね。まあ、やっぱりね、この子来ましたかって感じですよ。電気タイプ最強といえばね、やっぱりミライドンということで、まあ、ただね、このミライドン、ご存知の通りバイオレット限定で手に入れられる伝説ポケモンとなっておりますので、残念ながらね、スカーレットの方は通信交換でしかゲットできません。で、もしね、このミライドン持ってないという方は、誰でもゲットできるタルップルでね、立ち回れる攻略法というのを前回紹介していますので、ぜひね、そちら概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。ではね、この1分半で最強兵ラッシャーを倒しまくれるミライドンの育成方法をね、紹介していきましょう。はい、テラスタイプは電気テラスタイプで、持ち物は命の玉にしておきますと。で、技構成はこちら、稲妻ドライブ金属音充電ですね。で、努力値はこちら、特攻と防御に振りますので、リゾチウムとブロムヘキシンを26個ずつと、で、あとは残りはマックスアップを1個ですね。で、特性は固定でハドロンエンジンとなっております。で、本来はですね、ワンパンするためだけであればテラスタイプはね、使わないんで自由なんですけども、もしね、これ序盤で金属音を連続で外してしまった時とかは、ちょっとワンパンの線は難しくなるので、まあ、その場合はね、軌道修正してテラスタル切ったらね、普通に 100% 安定して勝つことができますので、まあ、そういった意味でテラスタイプね、一応電気テラスにしておいた方がいいと思います。ということで、まあ、育成方法をね、詳しく紹介してきたところで、今からね、実際にこのミライドンを使ってで最強兵ラッシャーをソロでワンパンしていきたいと思います。ですので、今からのね、立ち回り解説を参考にしてみてください。さあ、ではね、こちらミライドン引き連れて最強兵ラッシャー一人で挑戦していきましょうか。さあ、始まりましたね。ではやっていきましょう。ではまずですね、最初の2ターンは金属音を当てていきます。はい。で、今回ね、ワンパンできない条件っていうのが、まあ、思いつく限り3つぐらいありまして、まあ、ちょっと詳しくはね、後でまとめて言うんですけども、その中の1つでね、この金属音を1回でも外してしまうと、まあ、ワンパンできないというのがあるんですよ。まあ、なので、ここはね、外したらワンパンはできなくなります。2回ともね、当てないといけないです。はい、で、今ね、2回当てたので、次はですね、3ターン目充電をします。充電をして、電気タイプのね、技の威力をしっかりと上げると、これ大事ですね。で、まあ、この間ね、地震バンバン打たれるんですけども、まあ、しっかり耐えます。はい、で、次ですね、充電が終わったらイケイケどんどん攻撃応援をして、さらに特攻をね、高めますよと。あれ、これでもうね、下準備は終わりです。完全に終わりました。あとは稲妻ドライブを打つだけ。はい、これでどう OK。 こんな感じで、まあ、大体ね、最速でもう1分半ぐらいでしっかりと倒せるということでね、まあ、こんだけHP の多いヘイラッシャーをここまで短時間でワンパンできるって、もうミライドンさすがですよね。で、まあ、報酬でね、秘伝スパイスもこんな感じでしっかり落としてくれるので、まあ、1分半から2分ぐらいで秘伝スパイスボン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 集めれるということになっております。まあ、なかなかね、こういう簡単なレイドっていうのは巡ってこないので、ぜひですね、この機会にミライドンね、持ってる方はこちらの方法でね、周回していただきたいと思います。
さあ、ということでミライドンでのねワンパン周回方法を紹介してきたわけですけども、ちょっとねちらっと言ってたワンパンが失敗する条件ですね、3つを紹介しておきますと、まず2回ね、当てないといけないんですよ、金属音をね。ただ1回でも金属音を外してしまうともうワンパンはできないと。でさらに2つ目の条件としては、味方にね腹張りとか、まあ、特殊攻撃の技が強い、NPC ですねがいると早めに HP 削られすぎてしまって、敵のね。でそれで早めにバリアを張られてしまうということによってワンパンができなくなっちゃいます。そして3つ目はですね、地震で、急所に当てられちゃった時ですね。でそれで HP がゼロになってしまうと、まあ、こっちが倒れてしまうと、で一気にタイムが削られてしまってバリアを張られるということになりますので、まあ、この3つの条件のどれかに当たってしまうと、まあ、ワンパンはできないと。でただしですね、ワンパンができなくなったとしても、こっち電気テラスタイプだったとしたら、もう全然ね、その後起動修正できちゃいます。まあ、ちょっとワンパン直前にもしね急所当てられて倒されたという時は、まあ、タイムがねなかなか危ないかもしれないので、その場合は一回やり直した方がいいと思うんですけども、まあ、普通に倒されてない場合ですね、味方に腹張りがいたりとか、まあ、あと金属音を一回外しただけとかだと、普通にそのままねパラボラチャージ連打していくだけで、あとはテラスタル切って勝てますので、まあ、普通にワンパンしなくても勝てるというのがこのミライドンのね強みだというふうに思います。まあ、ただね先ほど言った通りミライドンはバイオレットでしか手に入れられないという伝説ポケモンになっておりますので、ぜひですねどうしてもゲットできないという方は、あのタルップルですね、そちらでもねもう楽勝に 100% で勝てますので、ぜひですねそちらの動画を概要欄からねチェックしてみてください。でその他にもジャローダーなんかがね攻略ポケモンとしてすごくいいみたいなんですけども、まああいにくそれは青の円盤ですね、 DLC 買っていないとゲットできないと。でもしね DLC 買える人っていうのは通信交換の環境がねあると思いますので、まあ、ほぼほぼねミライドン持ってる方が多いと思います。まあ、なのでそういうところを考えると今回ねミライドンを紹介した方がいいのかなと思ったので、このねワンパンできるミライドンというのを紹介しました。まあ、もしねまだこのミライドンよりもソロでワンパンしやすいという攻略ポケモン、まあいないとは思うんですけども、もしいたら動画でね新しく紹介していきたいと思いますので、ぜひねまた最新の動画をチェックしておいていただけたらと思います。というわけでね今回の動画はこれで終わります。また最新の攻略情報やイベント情報なんかがあればね逐一動画で紹介していきますので、ポケモン好きな方はね今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。そしてねもしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひねそちらについてもよろしくお願いしますと。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。